モンテディオ山形対アビスパ福岡、埼玉スタジアム2002によりお届けしてまいります。さあ両チームの姿が見えてきました。さあ北澤さん、今日は厳しい戦いが予想されるんですがいかがですか。互角ですからね、テクニック以外の要素が勝敗を分けるでしょうね。まあ、選手がベストな状態でゲームに入れるか、コンディション管理なんだろうね、非常に大事になってきますよね。そうですね、ありがとうございます。ラインナップをご覧いただいています。さあ間もなくキックオフです。山形のキックオフでスタートです。モンテディオ山形対アビスパ福岡、エキシビションマッチが始まりました。まず立ち上がりですよね。どういった形で試合を進めていくのか、この出方を見たいですよね。どういった立ち上がりになるんでしょうか。前線へ、中島へ、これはファウル。今ぐらい厳しくいかないとチャンスを作られてしまいますからね。これは直接狙える位置です。先制点の大きなチャンスです。直接狙った、ゴールキーパー集中しています。石川、さあ裏のスペースを狙いました。仕掛けたいですね。さあシュート、ゴール、山形先制1対0。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、受け手と出し手のイマジネーションの共有っていうのがうまくいったんじゃないでしょうかね。さあ山形早くも1点をものにしています。これで守りに入らずに、ね、もう1点取るぐらいの勢い、それから早い時間帯で流れを完全に引き寄せるような、ね、展開にしたいですよね。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。山形としてはリズムが出てきますよね。岡田、ここで切り込んでいきます。どこへ配球するのか、スペースを狙ってきます。この後ですね、さあシュート、ここはキーパーが防ぎます。キーパーの判断良かったですよね。前半最初のコーナーキック、上げてヘッド、ヘディングでした。宮坂、山田、サイドへスルーパス、マッチアップ、どうだ、中原、どう展開していくのか。中央待っているのは、その
前にもあったビッグチャンス、サポーターため息が聞こえます。もう決まるかっていう状況なんですけどね、こういった時間帯で決めきれるかどうか試合全体を見ても重要だと思いますね。繋がりません。こっからどう出ますかね。ボール繋がります。シュート、いやこぼれてる。さあうん、先は進めない。抜けない。うん、取られてしまいます。ここで前半終了です。さあ、七海さん、この前半を振り返っていただけますか。山形としてはいい試合の入り方をしましたからね、これは後半も狙ってくるかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、山形前半終わって1対0リードで折り返します。さあ、すでに後半は始まっています。福岡、まずは振り出しに戻したいところです。展開できるか。弾かれてしまいましたがコーナーキックへと続きます。てくる。ボールつながります。その先にはいけない。もう少し攻撃に人数をかけたいところでしたね。周りにフォローする選手がいなかったですからね。スルーパス、ボールが当たります。これはオフサイド。ラインが高いですからね、ギリギリの駆け引きをするフォワードに対していいタイミングのラストパスが求められますよね。ボールは届くのか。岡田、うん、ここは無理しませんね。宮本、さあ抜けてきた。ここは一旦コーナーに逃れます。どうか、3本目のコーナーになります。上げる、ヘディング、これはオフサイドです。さあ中央入れてくる。中央駆け上がっていく。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。山形としては成り行きなのか戦略なのか若干守りに入っている感じはしますね。左サイドです。うまく合いませんでした。惜しかったですけどね。まだまだ時間ありますから、まずはしっかり守りたいですね。サイドのスペースを使います。中島、上げてくるか。さあ中央へ、直接行ってしまいました。最後まで攻めきるスタイルですよね。この形がこのチームのスタイルかなっていう感じもしますね。右が上がっていく。誰に当ててくるのか。スルーパス、渡ります。外へ持っていきます。上げてくる、どうだ。これは直接キーパーへ。そして今試合終了。
山形1対0で勝負、踏ん張りました。結局前半のゴールが決勝点。さあ七海さん、試合を振り返って一言お願いします。山形としては高い位置でボールを奪って非常にコンパクトに攻めてましたね。そして攻守両面のバランスを整えながらうまくゲームをコントロールしていたと思いますね。はい、ありがとうございます。本日の試合は北澤剛さん、そして七海博さんをお招きしてお送りいたしました。七海さん、北澤さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。山形勝利を収めています。